お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら、トンボ鉛筆の商品です。前回紹介したズーム505ハバナが思っていた以上に満足度が高かったので、こちらも購入しました。まずは化粧箱を見てみましょう。こちらのハバナの化粧箱とはかなり雰囲気が違っていますね。目を引くのは斜めにカットされたスリーブ、そしてバーガンディー色のリボン。こちらはスリーブから化粧箱を引き出すためのものですね。良いアクセントになっています。スリーブはシボアリのアイボリー色。ここにインのロゴ。控えめなトンボマークとズームインの文字。そう、こちらはズームのインシリーズです。ここに英語で日本の文化や精神性を独自の解釈でデザインしました。インはエレガンスと躍動感。心の奥底に響く和の趣を感じてください。日本を愛する人に贈る新しいペンの形です。というような意味のことが書かれています。これは完全に外国人をターゲットにしていますね。さて、ズームのインシリーズは2017年にリリースされました。ラインナップは2種類。箸と砂紋。どちらも日本の文化や精神性を独自の解釈でデザインしたシリーズです。それではスリーブから取り出します。こう来たか。トンボのロゴがさりげない。めっちゃ雰囲気がありますね。トンボのロゴってこうしてみるとかっこいいですね。高級感があります。開けますよ。おお、なんじゃこりゃ。とても和の雰囲気が出ています。このリボン。どうですか？箱の作りが凝っていますよね。黒に赤のアクセント、色使いも素敵です。これがプレゼンテーションですよ。おそらくですけど、多くの人は箱にコストをかけるぐらいならペンを安くしてくれ、と考えると思います。もちろん筆記具という書くための道具としてはその通り。でも趣味性の高い高級筆記具に対しては私は違った意見を持っています。化粧箱っていうのは商品の世界観を表現する大切なアイテムだと思っています。箱の形状、色使い、プリント、質感、商品を目にする前から、商品を手に取る前から、商品の世界観のプレゼンテーションが始まっています。前のハバナでも言いましたが、トンボ鉛筆、デザインに対するリスペクトがすごいですね。いや、この段階でボルテージがかなり上がっています。国産ボールペンで化粧箱でここまで興奮したのは初めてです。いつもしばらく使ってから動画を撮るんですが、今回は未使用です。開封動画としてほぼ初見で撮影しています。こちらに印刷物がありますね。この押さえを立てて取り出します。表紙にも英語のコピーが印字されています。さて、中身はどんなことが書かれているでしょうか。赤。最初のページから印象付けをしてきますね。言語は日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語の簡体字
語言語ですね。そしてインシリーズについての情報。今度は黒バッグ。次は箸。受け継がれる日本の巧みさと繊細さ。日本の金箔の 99% は石川県の金沢市で生産されている。おお、そうなんですね。そして、砂紋。日本の様式美と精神性を思わせる。枯山水の砂紋をモチーフにしているようです。こうして商品の開発コンセプトなど、商品に込めた思いなどが書かれてあるのは嬉しいですね。そしてリフィルの交換方法について。こちらのモデルはズームインシリーズの砂紋です。砂紋とは枯山水の日本庭園に用いられる砂のうねり模様のこと。枯山水は日本庭園の様式の一つで、水を用いずに岩や砂などで山水を表現したものです。この佇まいに一目惚れをして購入しました。いやー、写真がかっこいいんですよ。写真はめちゃくちゃかっこいいのに実物はいまいちという商品もあるんですが、この砂紋は実物もかっこいい。色は白ネズ、銀色のような明るい灰色。希望小売価格は税込み11,000円。ズームのインシリーズ箸と砂紋は2018年に国際的なプロダクトデザイン賞であるレッドドットデザイン賞を受賞しています。この賞はドイツエッセンのノルトラインベストファーレンデザインセンターが主催する国際的なプロダクトデザイン賞で、67年の歴史があります。こちらがレッドドットの公式サイト。ウィナーを検索してみましょう。プロダクトデザイン。2018年を選択。カテゴリーでは、オフィスサプライズ&ステーショナリーを選択し、アワードの種類でレッドドットを選択。おお、ここに砂紋。そして次のページに箸がありますね。さっきちらりとラミーのアイオンが見えましたよ。詳細を見てみましょう。ズーム、イン、砂紋。デザイナーの片見和則氏の名前が掲載されていますね。インハウスデザイン、トンボ鉛筆の社内デザインとなっています。片見氏はマーケティング本部アートディレクション顧問を務めていて、昨年2021年にもグッドデザイン賞の受賞に貢献されています。ちなみに受賞したのはモノグラフライトボールペンとテープのりのピットエアーミニ詰め替えタイプでした。それでは改めて砂紋のデザインを見ていきましょう。枯山水のうねり模様、水の流れを表現した砂紋はアルミのボディを一筋一筋丁寧に切削して作り込まれています。精緻な凹凸、構築的な様式美です。このペンの特徴は自立するところ。その佇まいは凛とした静寂さをまとっています。ボディカラーは白ネズ。砂紋では日本の伝統色である白ネズと藍ネズの2種類がラインナップされています。それではキャップを外します。キャップは回転式、1回転で脱着できます。首軸は黒い樹脂、白ネズとのコントラストがいいですね。グリップ位置はちょうどネジ山のところで滑り止めになっています。
持ちやすい。手に触れている箇所の感触がとても良いです。キャップをポストしてみましょう。尻軸の内溝に差し込みます。奥まで差し込むとカチッと音がします。これまた変わった形になりますね。この左紋の切削部分の手触りが何とも言えません。クリップは金属製。バネ式となっていて、転換の根元から稼働します。こうしてみると、トンボのロゴとジャパンの文字が誇らしいです。それでは、スペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 32.7g。程よい重さ。長さを測ります。132.5mm。結構短いですね。では、キャップポストした状態で計測します。こちらは 168.4mm。そして、キャップを外した長さはどうでしょう？ 120.8mm。なんと、ズーム505ハバナよりも短いですね。グリップ部の径を測ります。10.9mm。軸径は、11.8mm。そして、お尻の部分の径は、13.8mm。かなりプロポーションがいいですね。では、重心位置を確認してみましょう。重心はペン先から 60.4mm。低重心です。お尻部分を大きくすることで重心バランスをとっています。キャップポストした状態で重心を見てみましょう。87.7mm。ペンのほぼ中央ですが、高いですね。グリップするとこのあたり。なるほど。決して持ちにくくはないんですが、やっぱりキャップを外した方が安定します。このねじ込みの感触は心地よいです。とても上質。サモン。この造形美、素晴らしい。それでは、インクリフィルを見てみましょう。首軸を取り外します。おや？おお。首軸の根元ではなくて、口プラの部分が外れるんですね。ちょっと意外でした。サモンは 0.5mm の水性顔料インクを搭載しています。ボール系は違いますが、ハバナと同じリフィルですね。トンボ BKL5P Japan 2011。0.5mm 系なので、ハバナとは違った書き心地になりそうです。おそらく 0.5mm 系のこちらの方が多くの日本人に好まれるんじゃないかと思います。それでは筆記してみましょう。トンボ鉛筆。ズームのインシリーズ、サモン、白ネズ、ワクワクさせてくれるペンですね。トンボ鉛筆、すっかり好きになってしまいました。私はもともと舶来物のボールペンが好きで、
国産のものはあまり興味がなかったんですが、改めて国産メーカーもすごいんだということを実感しています。特にトンボ鉛筆はホームページでも商品コンセプトなどの情報をしっかり書き込んでいて、商品の世界観作りが素晴らしいと思います。写真の見せ方もうまいんですよ。そして化粧箱のデザイン、商品の見せ方、プレゼンテーションの素晴らしさに本当に感動しました。国産メーカーのペンもいくつか使ってきましたが、どうしても商品単体で勝負しているような感じで、商品の世界観作りにおいては残念なことが多くて、海外ブランドに負けてるなぁと思っていました。もちろん商品そのものでは勝負できていると思います。見せ方のうまさはトンボ鉛筆が国内ダントツですね、今のところ。で、書き味なんですが、普通に書きやすいです。水性ペンですから筆圧をかけなくてもサラサラと書けますし、インクも真っ黒で見やすいです。 0.5 ミリ径なので少し小さな文字も書けますよね。それでも油性ボールペンだと 0.7 ミリくらいの太さです。ペン先のガタつきは一切ないですよ。本当に安定した筆記ができます。それではキャップをポストして書いてみましょう。水性ペンですからね、筆圧をかける必要がないんですよ。重心位置がペンポイントから87ミリあっても書きにくさは感じません。それでもキャップを外した時の安定感、書きやすさが上回っています。私はキャップポストしないで使用します。サモンはデザインペンでありながら、ペンのバランス、質感、書き心地などの筆記機能もしっかりと作り込まれています。これが税込み11,000円。このペンでこの金額は安いと思います。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。トンボ鉛筆、ズームのインシリーズ、サモン、私はめっちゃ気に入りました。これからも私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介していきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。